ウィーなんか鳥ほどブラクリーが一緒に滑るようになったのと、あとなんかヘクソラッシュが一瞬でもブリンクできるらしいんで、やってみたいと思いまーす。どうかガシガシ。バーサーカーブーツ強化っつってもなんかあれなんか、まあ強化だけどね、どうなんだろうね。あれ変わったらどんぐらい変わるんだろう、勝率って。わかんねえや俺には。もうそう、フラッシュちょっと試してみてえな、早く。ボットか。フラッシュしに行く。あ、いや上がったな。あー、どっかでフラッシュ使いてー。あ、ファーストプラット味方が倒されました。なるほどね、悪くないね。敵のダブルキック、味方が倒されました。悪くないかも。敵を倒しました。そんなのいらねえよ。え、フラッシュできんの今の。え、だって今だって判定あんのかな。敵を倒しました。敵を倒しました。判定あるんだとしたらクソ強くね。ウルフに試そう。さすがに判定ないかな。わ、おらんかったし。あ、俺ウルフ勝ったっけ最初に。あれ忘れた。ジャングルの何勝ったっけ。エクスフラッシュのことしか考えてなかったよ。味方が倒されました。私のやり方で。霧島ゼロ検証してきます。わら、敵のダブルキー、味方が倒されました。パワー。それちょっと俺 HP ねえわ。ごめんね。味方が倒されました。HP ねえっす。いや、判定あったらクソ強くね。さすがにないかな。私のやり方でやらせてもらうよ。うわー、W を押してからだったー。
W をしてからアルティメット押せばよかった今。なんで引っ張られんのそれ。移動中です。やってねえこれパンテオン。最初のタワーが破壊されました。やってねえよ。敵チームがドラゴンを倒しました。殴られたいのはどうした。敵を倒しました。味方が倒されました。まあもういいか。霧島殿、判定ありますね。ダブルこれやってます。判定あんの？最強で草。判定案の強すぎて草。まあ見逃してくれ俺は。味方が倒されました。え、マジか、判定あんのか。ないじゃねえか。え、判定あんのこれ本当に。敵を倒しました。え、最強ラン。え、なくね。敵を倒しました。ないよな、さすがに。ダブルキック。敵を倒しました。作戦そんなのいらねえよ。敵の動画を見ております。ありがとうございます。うん、フラッシュだったもう。あ、逃げたもん。やりたいだけなのに。移動中です。移動中です。俺ら二人だとこれ倒せないけどな。倒せねえよ俺ら。トップレーンのタワーが攻撃されています。始めようぜ。敵のタワーを破壊しました。敵のチャンピオンから退却。倒されました。敵のダブルキル。シャットダウン。右側はすみません、なかったです。わら。シャットダウン。敵を倒しました。これちょっと逃げれんのおもろいんやけど。いいやつ。味方が倒されました。右側の場合の普通判定が強かったからですね。わら。ちょっと逃げれんのおもろいな。あ、それさ、ルナハリの射程さ、マジでバグってんのやめてくれ、普通に。今ルナハリの判定バグってるだろ、今の俺に飛んでくんの。エンゲージ。
こいつ、引っ張りながらは無理だ。危険。フラッシュちょっと逃げれんの強い、マジで。これね、フラッシュちょっと使えるのマジ強いわ。え、見えてたの。キリングスプリント。よっ、これマジでエクスフラッシュクソ強くて草。敵を倒しました。これジャングラーヘクスフラッシュでいいやん、全部フラッシュ何々持ってるやつ全部ヘクスフラッシュでよくね、こんな普通にアグロ切れるんやけど。あれかな、ダメージ判定入ってると使えなくなるとかいう調整されそう。さすがにこれ意味わからんもん、20秒に1回ちょっとフラッシュできるの。今回の目玉、いや目玉すぎ、目玉コレクターやん。ケトリンなんだ、引っ張られる。うまいね。あーこれ終わるかな。バロンでいいけどね、俺 HP ねえや。でもバイ強くね。抜けれるんだけど、やばすぎるやばすぎん、普通に。作戦エンゲージ、そんなのいらねえよ。やばいこれ。あれは抜けるのダメだろ、わらわら。エリック下や鋼つむぐらいたまにいますよね。へえ、こんな毒味方にこん、こんな ADC なんて俺も来たことないよ。ミッドレーナーやこいつ。俺の味方にこんなADC が来るわけない。このスキンさ、溜まってるかどうかわかんないんだけど。ちょっと抜けれるからね。うん、いかれてるよこれ。移動中です。
ターニングチャーハン、そもそもテクス持ってるやつと持ってないやつで壁抜けてキルできないのだいぶい。オラフでも、でもあれやん、もうオラフとか。なんで今オラフが出たんやろ。まあブリンク持ってないチャンプっていう意味でオラフが出たけど、ブリンク持ってない時にフラッシュなくてもさ、バロンにアプローチできるやん、こいつ、このキャラ最強では。GG やけど、普通に普通に GG やけど、 GG ではねえか別に。まあいっか、もうちょっと遊ぶか。エクスフラッシュマジで強くてくさ。さすね、俺もでもちょっと怖かったけど、まあブリンクあるチャンピオンだし、さすがについてきてくれるかなと思っていった。いや確かにジャーバン怖くないよ、もうみんな。だってジャーバンってアルティメットが怖いわけじゃなくて、ダメージの高さが怖いみたいなとこありますけどね。いやお前ら、その外から殴るのやめてくれ。なんやそれ、一回帰りたいな。そう、ナイス。バイも良かったな。いや、ヒクスフラッシュ強え。ヒクスフラッシュ強えわ、これ。もうね、ヒクスフラッシュ強いです。マジかよ。え、これ、え、全キャラじゃね？霧島ゼロ、ヘクステック、さすがにスキル判定はなかったですね。でも強すぎる。全キャラ持っていいレベルで強い説あるな、これ。やばすぎる。まあでも、バイも悪くなかったよ。ご視聴ありがとうございました。バイでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まあ、バイっていうキャラクターは、まあやっぱエンゲージ担当なんでね、ビビらずエンゲージするっていうのと、まああと 2のスタッフが5になると足も速くて逃げれるんでね、バリアで。まあ、その辺も活かしながら戦っていただければいいかなと思ってます。ありがとうございました。